つて新時代のために戦い、もう二度と誰も斬らないと誓った男。しかし修羅がうごめく現世こそ地獄にふさわしいと思わねえか。奴の狙いはただ一つ、維新政府の転覆だ。謙信は絶対に京都になんか行かせない。師匠さんからの伝言です。この国は俺がいただく。俺は戦争だ、京都で待ってるぞ。今までありがとう、そしてさよなら。日村が動かねばこの国は滅びる。刀を取る師匠のこと。謙信は人斬りに戻ってしまうかもしれない。師匠は京都を焼くつもりだ。これ以上人々の血を流させるわけにはいかねえ。流浪に剣心、京都大化編、伝説の最後編。必ず生きて。